み。はい、マイホーム進化は、ケアサポートセンター月島の方々は最近できた施設でして、このボランティア交流会というものをご存知なかったんですが、無理やりお声掛けをしまして、いい人材がたくさんいるからということで今日来ていただきました。シルバーウィング新富デイサービスの磯貝と関口です。どうぞよろしくお願いいたします。うち某放送局、はい、これは介護スーツを着た職員が実際介護でどれだけ力を軽減して負担なくやっていただけるかという、その取材だったんですけども、リハビリ、はい、2番目の自慢話です。当施設では、デイサービスに珍しく言語聴覚士の方によるリハビリをやっておりまして、この2月から週3回実施しております。これ全国的には非常に自慢できる内容じゃないかと思います。もう一つは、作業療法士による身体能力維持向上のリハビリも常時2名体制で365日実施しておりまして、これも全国的に誇れる内容じゃないかと思います。はい、3、外出レク、はい、当施設一番の人気目玉が外出レクでございます。直近できますと今年の正月の1月の2日の日に東京ゲートブリッジにみんなでバス車を連ねて行きまして、右手に雪化粧の富士山、左手に房総半島の名場という形で大変素晴らしい景色を堪能いたしてきました。参加者はなんと正月の2日にもかかわらず30名ということで、応募いただきまして、本当に喜ばれました。で直近では、昨年の紅葉のシーズンには神宮外苑のイチョウ並木をやはり車で行きまして、運よく、皆さんは全員車から降りて記念撮影もすることができたということで一番の目玉となっております。はい、4、自動階段昇降機、はい、こちらも今大変注目されているんですけども、都内の団地では例えばまだエレベーターのない団地もございます。そういった中で車椅子の生活されている方、大変外出が困難、まして施設など行けないわっていう方いらっしゃるんですけども、この自動階段昇降機を昨年導入いたしまして、そういった外出困難な方にも施設をご利用いただくことができるようになりました。現在6名の方がそのこれを使ってご利用いただいてますけども、今後さらに機械台数を増やしてますますご家族並びに利用者様に感謝いただける施設になっていきたいと思います。はい、東京都知的障害者育成会から正解中央区立人口販売会社から参りましたボランティア担当の陶芸作品、リサイクル作品、組み付け作品や手作り作品などを作っていて、こだわり工房では物を中心に製電施設や飲食保険の作業を行っています。いろいろな刺身のアルミでも販売しておりますので、ぜひ一度ご覧になってください。10月には年に一度のお祭りである七色祭があります。入居者の方たちが1年をかけて手作業で作った小物や中華パンの販売、焼きそば、わたあめ、海鮮焼きなどのお店も出店するので、ボランティアの方が力がとても必要になります。ぜひともご協力をお願いします。最後になりますが、ボランティアに関して、宿泊見学は随時行っていますので、事前にお電話でご予約ください。ぜひご協力をお願いいたします。